皆様、こんにちは。ナビゲーターの、ゆずきゆかりです。キズナあかりです。今回は、霧ケブル秋。何ですか？それ、ひたすら、霧の中の走行。え？誰得？なので、絶景目当ての方は、ここで引き返してね。いやいやいや、おかしいでしょ。後悔するわよ。何それ？雲行きが怪しい。ま、この時期は霧が出やすいのよ。そうなんだ。気温も低いよね。冬装備は必須ね。ジャケットあるから大丈夫。やっとヴィーナスラインらしい道だね。らしいのは、霧ヶ峰から先という。しばらくは結構な峠道よ。完全に山道だもんね。以前 CV750、追いかけっこした道ね。追いかけっこ？どうなのよ。何やってるんだか。バイク動画では一番人気の。そうなの。CB ファンクの大豊作だよね。ファンクさんは否定しているけどね。まあどうでもいいかな。霧がすごい。周りの景色がよくわからないわ。なんか異世界に行きそう。行けばいいのに。ひどいです。でもこれ、やばいね。ちょっとシャレにならないかも。大丈夫？高原への道路だね。通常であれば絶景路なの。完全に異世界へのご案内動画。流行りの異世界ファンタジーね。ああ、その路線ね。映像では道路が見えるけど、実際の視界はかなり悪いわ。白いもんね。珍しく。ファンクさんが安全運転。景色も楽しめないよ。見ている方は、どうかもね。走っている方は楽しいの？バイク乗りはおかしいから、こんなんでも楽しんでいるのよ。あらまあ、困ったものね。お近づきになりたくない。素直な感想ね。だってそうでしょ。わざわざ辛い状況に身を置くなんて、ま、やばいね。
ちょっと霧が晴れてきたね。霧ヶ峰高原から先は大丈夫かもね。危うく変な世界に行くとこだったね。行かないわよ。そうかな。だってファンタジーツーリングでしょ。何それ。期待している人も多いと思うの。ちょっと何言ってるかわからない。気持ちの問題だと思うの。え、どうしちゃったの。あかりちゃん、 FGO って知ってる？どっかで聞いたセリフ。楽しいよね。お前もか。 FGO 動画も見てね。信号待ちでバイク降りるやつの真似流行りなの。モトブレガーがよくやってるみたい。変だよね。炎上案件だと思うの。はあ、ますますバイク乗りがわからない。悪ふざけはほどほどにね。景色が見えるようになったね。やっぱり絶景ね。途中が悔やまれるね。でも霧の中も良かったじゃない。うん、神秘的だったね。たまにはいいかも。だね。高原かな。距離はあるけど割とすぐね。でも霧ヶ峰って言うくらいだから実は霧が多いのよ。やっぱり。特に秋シーズンはね。朝晩気温が下がるものね。霧が出やすい環境なんでしょうね。晴れの日にリベンジだね。そうね。この話に抜ければ霧ヶ峰高原で寒いけどソフトクリーム食べたい。マジですか。だってツーリングと言ったらソフトクリームでしょ。まあそんな法律があったわね。そうよ、食べないと罪になるのよ。大事なこと。あとバイクの写真を撮らないとね。それも法律だったわね。そうなの。バイク乗りって決まり事が多すぎだよね。もういいかな。もういいの。偏見だけど。
ほぼ正解ね。行動パターンが一緒だもんね。とってもわかりやすい。あらあら、今度バイクのリアルあるやる。いや、めんどくさいからいいかな。そうね、めんどくさい。また会いしましょう。失礼します。さようなら。